2013年撮影コリン・キャンベルはコーネル大学の栄養学の教授で栄養とがんの関連についての専門家でありダイオキシンやアフラトキシンといった毒物に関する研究や疫学研究の中国プロジェクトを指揮したことで有名である研究結果を受け妻と子供も含めて完全採食者になった大学でベジタリアンの栄養学を教えている中国プロジェクトは アメリカ国立癌研究所が資金提供し、イギリスのオックスフォード大学、アメリカのコーネル大学、中国の癌研究所をはじめ様々な国家の機関が関わり1983年から1990年にかけて中国で行われた。中国では非常に食事や生活方法の多様性があるために、食事の違いによって疾患のリスクが どのように変化するのかを調査するのに最適だと考えられた。研究の結果、コリン・キャンベルは動物性食品を全く食べないことが一番安全であると結論した。後に書籍として発行されベストセラーになり、いくつかの国でも翻訳出版された。マサチューセッツ大学とコーネル大学で栄養学、生化学、毒性学を学んだ。世界がん研究基金と アメリカガン研究協会のアドバイザー。彼の息子と共同で、バイジグニア社という医療関連の会社を創立している。ありがとうございます。